大森営業所大森営業所所属車両京品急行バス大森営業所は京品急行バスの路線のうち大井町駅大森駅を発着するバス路線を主に所管している営業所である営業所のある東京都大田区平和島に車庫と工場を持つほか大森総社所と森ヶ崎総社所を持ち営業所記号は M であるこの営業所には 貸切輸送の免許を取得していることから、貸切登録及び特定登録された車両が配属されており、その場合の営業所記号はそれぞれ SM、TM となる。また、循環路線が多いのも特徴である。営業所の解説は1970年6月16日で、あるが、この記事では、現在の所管路線の源流として、昭和初期に存在した。 梅森自動車株式会社の時代まで遡って、衝術する。東京府大森町の森が、先は明治時代より、当時場として栄えており、1901年の京浜電気鉄道線開業に合わせ、三谷駅と森が先の間で、人力車の路線が開通した。この路線は、地元の商人、平林義蔵の個人経営としてスタートした。九百十七年頃、 森ヶ崎と京浜電鉄線梅屋敷駅の間、現在の大田区北工事屋から東蒲田にかけて道路が整備された。平林は梅屋敷駅からの人力車の運行も開始した。1924年7月、佐古洞基地が地元の有志と図って都南自動車商会を設立し、森ヶ崎への乗り合い自動車の運行を開始した。これに対抗する形で、平林も 同年11月、個人経営だった陸上運送事業を法人化して森が、先人力自動車を設立。人力車と乗り合い自動車を併用して運行に当たった。その後、両社間の競争が激しくなったため両社を統合して新たな事業者に移行する可能性が模索される。この時、京浜国道場の東京横浜間に、 バス路線の新設を目論んでいた京浜電鉄が調整に割って入る。1928年11月24日、都南自動車、森が先人力自動車の両社は解散して新たに梅森自動車が設立された。梅森は1933年6月1日、梅屋敷駅線を省電京浜線蒲田駅まで延長して路線を蒲田駅森が先とした。 1935年、梅森は正式に京浜電鉄の参加に入る。この間、1937年には京浜電鉄大森線が廃止され、バス転換となった。1939年、梅森は先に京浜参加となっていた、蒲田乗り合い自動車と合併し、梅森蒲田自動車となった。梅森鎌田の時代は長くはなく、 親会社の京浜電鉄の後を追うかのごとく1942年12月、東京急行電鉄に九州合併して解散。路線は東急渋谷営業局管下で実質、増式営業所に引き継がれることになった。京浜急行電鉄は1948年の大東急からの独立にあたって、湘南線、杉田以南の三浦半島と、 東京都大田区の国鉄東海道本線よりも東の区域のバス路線を東京急行電鉄から引き継いだ。この時、大森地区の路線は旧梅森自動車の流れを組む森が先線、旧大森乗り合いの流れを組んで一時は東横電鉄の路線となっていた鬼旅線、それに旧京浜電鉄が電車保管として開業した京浜国道線の3路線が存在し、 東京急行高輪営業所から京浜急行品川営業所に引き渡された。森ヶ崎線のうち大森駅森ヶ崎間はすでに運転が再開されており、同年11月1日には蒲田駅森ヶ崎間の運行も再開されている。品川営業所は後に東京営業所と改称、実質的な拠点を大田区に移す。1959年東京営業所 大鳥居支所が独立して羽田営業所となると大森地区の路線は羽田の担当となった。この頃には国道線の区間便とも言える大井町線が開業。大森羽田空港線の延長として東急との相互乗り入れによる電源調布線も開業した。しかし1960年代後半になると羽田営業所が 所要車両数増加に追いつかなくなったことに加え、運行管理の合理化もあり、分割して新たな営業所を設けることになった。営業所新設にあたっては、将来の車両数増加に耐えられる広大な土地が必要とされたが、京浜急行は当時埋め立てが竣工したばかりの大田区平和島に土地を取得することになった。これは、路線の拠点となる国鉄大森駅と、 同じ京急グループの京急開発が所有する平和島協定場の両方に近く協定場へのアクセス輸送を担当した車がそのままで入庫できるという利便性の高さによるものだった。開設当初は羽田から鬼旅線、森ヶ崎線、東工事や六丁目線など17系統を移管されたが、1973年3月16日には六号営業所の廃止に伴い、 同営業所の所管していた一部路線を新たに所管することとなった。しかし、羽田は当時東急バスに加えて、川崎鶴見臨行バスとの共管もあったのに対し、大森営業所の路線で他社との共管は、大池馬場線の大井町駅発着便のみだった。昭和50年代に入ると、東京湾の埋め立て振興による大田区の面積拡張に合わせて、 京浜急行バスは大森駅と梅立手地を結ぶ路線を次々と新設し、そのすべてが当営業所の担当となる。1978年、船の科学館で行われた宇宙科学博覧会へのアクセス確保を理由に船の科学館線を新設。これにより、大森営業所はそれまでの大田区、品川区に加えて新たに江東区に路線を持つことになり、 現在まで存続している。ほぼ同時期に、京浜島の工業団地造成が始まったのを、きっかけに、京浜島循環線を新設。当時は、京浜急行平和島駅を経由せず、レジャーランド平和島を経由して、国鉄大森駅への直結輸送を行った。平和島駅からの京浜島路線となる、平和54が新設されたのは、 それから4年後の1982年のことである。1983年、大井ふ頭北西部の品川区八シ5丁目に建設が進められていた八シパークタウンの入居が始まり、京浜急行が大森駅から都営バスが大井町駅と品川駅からバスの運行を開始した。これと前後して京浜急行では到着地での客扱い時間短縮を目的に、 中扉を2枚引き戸としたスーパーワイドドア車をメーカーに打診し、富士重工業がその生産に応じた。1983年か未キの新車でフルモデルチェンジしたばかりだった R15E ボディにスーパーワイドドアを搭載した新車が当営業所に納車されてきた。当時の大森営業所は日産ディーゼルと三菱自動車が指定メーカーで、 日産エンジンを積んだ富士重ボディの新車は整備の面でもまさに適面だった。1987年上期の新車で、椅子図自動車製新造車の投入が行われる。大森は椅子図が長年本社を置いてきた場所にもかかわらず、その前を通る京急バスは椅子図車を使用しないという状況が続いてきたが、前年の羽田営業所への椅子図車投入に続き、 お膝元の大森にも配備されたことで両者の関係が一気に良好となった。同年下期の新車からは、伊須津製スーパーワイドドア車の新造投入も行われるようになる。1988年4月、城南島巡環線の運行を開始。翌1989年の大田市場会場に、合わせて大田市場線も運行を開始した。城南島線。 大田市乗線とも、都営バスが、すでに運行していたエリアに食い込む形での、参入だった。1991年10月19日、品川水族館線を開設。大井競馬場線に次ぐ東急バスとの共感路線で、レトロ帳ボディをまとった専用車が投入された。1994年10月1日、京浜急行の他の営業所や、川崎鶴見臨港バスなどともに、 バス共通カードの導入を行う。1996年3月30日、臨海線の開業による船の化学艦船の経路変更で大森営業所は港区にも路線を持つことになった。1999年4月1日、羽田営業所の都内一般路線が個会車化され、京急バスが誕生する。2000年10月には、 第一京浜経由大森東五丁目線と川崎駅森が先線が東営業所から京急バスに移管となり神奈川県川崎市への乗り入れが消滅大森営業所は神奈川県の一般路線から撤退して東京都内のみを管轄することになった2007年3月18日サービス開始と同時にパスモを導入2018年4月羽田京急バスは 京浜急行バスに合併され、羽田営業所が本体に復帰した。これにより路線管轄の自由度が増した。折から京浜急行バスでは、築50年になる東営業所建物を建て替える方針を立てていて、合併直後に同じ京急グループの京急建設に工事を発注した。このために営業所が一時手狭になることから、森が先線川の36系統を羽田に移管。 平和島協定乗船は羽田主担当の教官とした。工事は2019年12月に完了し、カバの36系統は教官の形で大森営業所に一部復帰した。JR 大森駅と鎌田駅の間を JR 東海道線と京急本線で挟まれた地区に沿ってまっすぐ結ぶ路線である。路線名である鬼旅は、 大森第八中学校のあたりに、鬼旅という自家旅工場があったことに由来する。東方大学医療センター、大森病院へのアクセスを確保する、病院輸送、東方大学医学部と大森学園高校への通学輸送をメインとする。かつては、パイオニア、大森事業所やミネベア大森工場への通勤輸送を担っていた。このため終日利用者が多く、 日中は10分間隔で運行される。この路線は1931年12月28日に大森乗り合い自動車が大森駅梅屋敷通り間の免許を取得し、翌1932年4月25日に開業させたのが始まりである。国鉄と京浜電車に挟まれた市街地を走り、帝国女子医学専門学校付属病院への来院客にも支えられて、 当初より営業成績は良く、開業当初は8人乗りフォード2両での運行だったものが、1933年には新たに8両を増備している。しかしながら、開業前の1932年初頭に、大森乗り合いは、目黒蒲田電鉄というよりは、同社社長、後藤慶太の買収に合う。1933年6月1日、大森乗り合いは、 メカマ電鉄の系列会社であるメカマ乗り合いに、九州合併され、池上営業所大森支所の所管となった。また、同年9月には路線を、鎌高園のご職の可能性ありまで延長しているが、1941年頃の終点は大森五丁目だったようである。なお、メカマ乗り合いは、1937年に、メカマ電鉄本体に、すべての路線を譲として解散。 メカマ電鉄バス、東横電鉄、東京急行とつながる東急バスの基礎となった。戦後、大東急解体時には営業が休止されていた。この際、東急と京浜急行の間で調整があり、鬼旅線の路線免許は京急に引き継がれた。これは営業エリアの境を国鉄東海道線としたためである。その後、1951年4月1日に営業を、 再開した。1992年3月16日には、深夜バスの運行を開始し、現在に至る、JR 大森駅と森が先を結ぶ路線である。戦前は森ヶ崎高線への観光客で賑わったが、大東亜戦争をきっかけに、軍需工場が次々と進出して、温泉宿は天廃業に追い込まれ、戦後の1949年、終点の森ヶ崎に、 東京労災病院が開院したことで性格が一変。現在は東京労災病院へのアクセスとなる病院輸送、京浜急行の駅から離れる大田区大森南、大森中、北工事屋地区と最寄りの JR、京急本線の駅を結ぶ地域輸送、森ヶ崎水再生センターへの通勤輸送を中心に、都立三原高校、 東京バイオテクノロジー専門学校の通学輸送も担う。路線の基礎は1924年に都南自動車商会が立ち上げたものである。この区間ではすでに人力車の運行があり、人力車を運営していた平林商会は事業防衛のため乗り合い自動車にも参入して森が先人力自動車となり、梅森自動車、梅森蒲田自動車、 そして大東急バスへとつながっていく。終戦直後の1947年、東京急行高輪営業所の手で、大森駅森が先館が、いち早く再開される。1977年4月1日、平和島駅前を左折して、館7通りに出る大森駅、大森福祉事務所森が先館、森56系統の運行が開始された。なお、 森56系統は平日のみの運行である。森ヶ崎と JR、京急蒲田駅を結ぶ路線で、大田区西工事や東工事屋の地域輸送のほか、ソニーグローバルマニューファクチャリングオペレーションズ、蒲田ラボ、岩き製薬蒲田工場などへの通勤輸送を担う。かつては赤い電気本社などへの通勤客でも賑わった。森26系統と同じく、 都南自動車紹介時代の1924年に開設。梅森自動車大東急を経て、戦後は1948年11月1日、京浜急行電鉄の手によって再開された。1973年の6号営業所廃止に伴う移管以来、大森営業所が担当してきたが、2018年10月1日付で、羽田営業所へ一旦移管。 その後2019年12月9日付で大森担当が再開され、羽田との共感となる JR 大森駅と大森東5丁目を結ぶ路線。大森駅から国道131号方面へ向かう路線の中では最も距離が短い。元は大田区大森8丁目にあった東京ガス大森工場及び日本特殊工本社工場への通勤輸送を目的に、 京浜急行電鉄東京営業所時代の1957年に開設されたもの。1987年の東京ガス工場閉鎖後は、大田区大森東3から5丁目の地域輸送に事実上特化しつつ、森ヶ崎線とともに都立三原高校の通学輸送も担う生活路線として存続する。一時は大井競馬場まで延長運転していた名残で、 現在でも大森駅前と平和島入り口の間のルートが他の路線と異なり、大森海岸駅を通らない。また、大森駅と八幡田通りの間も鬼旅線と異なるルートを走る。終日にわたって共通のダイヤが組まれており、長時間帯は1時間に3から4本、日中は1時間に2本、夜時間帯は1時間に2から3本である。 JR 大井町駅から JR 大森駅を経由して、レジャーランド平和島に至る路線である。大井町発の便は、途中の鈴ヶ森付近で、第一京浜国道から桜新道方面へ右折するが、この交差点は路線バス以外右折禁止である。路線は、1960年5月16日に、大井町駅大森駅で運行を開始し、 同年9月21日に平和島まで延長されているが、大半が大井町駅大森駅間の運行である。この路線は一時期小型ノンステップバスが運行されていた時期があるが、小型ノンステップバスは津市営業所に転出している。JR 大森駅と品川区ヤシオにあるヤシオパークタウンを結ぶ路線である。1983年3月25日、 団地の入居開始に合わせて運行を開始し、同時に、ヤシ南小学校始発、及びヤシ南止まりの出入小便も設定された。なお都営バスも、同日付けで、品川駅と大井町駅の両方とヤシを結ぶ品91、系統を開通させている。大井町駅及び大森駅から東京港トンネルを経由し、お台場地区を結ぶ、京急バスでは唯一港区。 江東区を通る一般路線である。1978年7月16日から翌1979年1月15日にかけて行われた宇宙科学博覧会輸送のため、大井町駅船の科学館、大森駅大森海岸駅船の科学館、大森駅平和島駅船の科学館を臨時運行されたのが始まりで、同博覧会終了により一般定期路線化された。 定期路線化当時、周辺は、船の科学館と、首都高速道路以外何もない場所だったが徐々に整備され、その都度経路を変更し、2019年12月16日に、現在のルートになった。大半は、大井町駅発着で、大森駅発着は少数のみ運転される。E33 系統は2019年3月1日から、運行を開始した。燃料電池駆動車。 空にて運行する。かつて首都高速道路湾岸線を経由していたが、2016年3月26日に国道357号東京港トンネルのお台場中央交差点、大井ランプ間が2019年6月3日に大井ランプ、お台場中央交差点間がそれぞれ開通したことにより一般道路経由に改められた。 首都高速道路を経由していた際には ETC を搭載している車両のみ運用していた。なお、首都高速道路経由であっても特内運賃で乗車できた。かつて、大井町、大森を出た便が、袋は異なる系統で戻る運用があったが、その場合東京テレポート駅、テレコムセンター駅間で、反対向きの便の系統番号に行き先表示を変更するので、 同じ便に乗っていても乗車時と降車時で表示されている系統番号が異なる場合がある。これは当時線の科学館駅前で行き先変更を行っていたことによるが2019年12月16日より港区、江東区内ではすべて終点の行き先を表示するよう改めたことで解消した。E33 系統は 燃料電池バスの運行終了に伴い2020年8月31日をもって廃止された。大森駅、レジャーランド平和島から、京浜島一番地、京浜島海上公園、または昭和島駅のいずれかあるいは両方を経由し、大森駅、レジャーランド平和島へ戻ってくる、循環路線である。主体運行は、京浜島一番地、 京浜島海上公園経由の森24系統で、京浜島海上公園と昭和島駅を両方通る森36系統がそれに続く。森36系統は、日曜、祝祭日台屋が朝一本しかない。森45系統は、平日朝のみ、大森駅から流通センター前を経由し、出発地に戻ってくる循環路線で、 森28系統の補完的な役割を果たす。平日、土曜ダイヤの夕方以降に数本のみが運行される。JR 大森駅と城南島を結ぶ、循環路線である。1988年4月1日に、大森駅城南島循環、大森駅城南島循環、レジャーランド平和島の運行が開始された。平日ダイヤの日中時間帯は、大田市場構内まで乗り入れる。 大森駅から流通センター平和島5丁目を経由し大森駅へ戻ってくる循環路線である。1968年11月1日に大森駅トラックターミナル間の運行を開始した。1972年4月1日に大森駅平和島循環に延長された。本数は1時間あたり3本から7本程度であるが休日ダイヤは1時間に おおむね一本しかない上に就車が18時台となっている。流通センター前を経由する路線としては、こちらの方が1時間あたりの本数が多いようである。JR 大森駅と大田区にある大田市場を結ぶ路線である。1989年5月6日、大田市場の業務開始に合わせて、大森駅大田市場間の運行を開始し、 1993年7月22日には、深夜バスの運行も開始した。大森駅と大田スタジアムを結ぶ路線だが、大田スタジアムを訪れるアマチュア野球関係者よりも、臨海斎場への葬儀三列車の輸送が主力である。終日にわたって13時台から16時台は、運行しない。森34という系統番号は2代目で、 初代は1978年から1985年まで運行の大森駅平和島景品等、循環線がつけていた。ボートレース平和島本場開催、及び SG 全国場外発売時に運行される無料、シャトルバス。本場開催日でもレースが行われている昼間のみの運行となる。本場開催日の夜間と平和島劇場での場外発売のみの日は、 後日のビッグファン平和島シャトル線を袋無料で利用できる。羽田京急バスの営業開始以前は羽田営業所も担当しており、2018年10月1日以降は羽田が主担当となる。JR 大森駅とレジャーランド平和島を結ぶ直通バスである。この路線に限り運賃は100円で現金のみの取り扱い。パスも及び、 全国相互利用が可能な交通系 IC カードは使えない。なお、ボートレース平和島本場開催、または SG 全国場外発売日の昼間は運転せず、代わりに前述の平和島協定乗船が往復ともに無料で乗車できる。本場開催日の夜間と平和島劇場での場外発売のみの日は、劇場内で利用券の交付を受ければ、 大森駅行きのみ無料で利用できる。平和島駅とレジャーランド平和島を結ぶ直通バスである。この路線に限り運賃は100円で、現金のみの取り扱い。パスも及び、全国総合利用が可能な交通系、IC カードは使えない。なお、ボートレース平和島本場開催、または、SG 全国場外発売日の昼間は運転せず、代わりに、 前述の平和島協定乗船が往復ともに無料で乗車できる。印を付した路線は全国総合利用に対応する交通系 IC カードが使える路線。京浜急行電鉄蒲田営業所時代の1960年に開設。1973年の6号営業所廃止により大森へ移管された。2000年10月1日付で京急バス。 東京営業所に再移管。その後、2004年に、羽田営業所の川空線を一般路線化の上で、統合。以後は、川空線に本数をシフトして大幅、減便となった。2018年の羽田京急バス合併により、羽田営業所へ移管された。京浜急行電鉄東京営業所時代の1957年、蒲田駅と大森八丁目の間で開設。 1973年の6号営業所廃止により、東営業所へ移管された。2000年10月1日付で、京急バス、東京営業所に再移管。さらに2018年の羽田京急バス合併により、羽田営業所へ復帰した。京浜急行電鉄東京営業所時代の1957年、蒲田駅と羽田中学校の間で開設。 1970年、終点の羽田中学校停留所資金に、都営東工事屋6丁目アパートが完成して、利用者が増え、1973年の6号、営業所廃止により、大森へ移管して森ヶ崎線カバの36、系統と共通の運用を組んだ。その後、1979年、終点の東工事屋6丁目に、 ANA 訓練センターが完成し本格的な通勤路線となった。2000年10月1日付で、京急バス、東京営業所に移管。さらに2018年の羽田京急バス合併により、羽田営業所へ移管された。京浜東工業団地がオープンした1978年9月25日付で、新設。当初は京急平和島駅ではなく、 レジャーランド平和島を経由した。1983年の森24系統、新設後も運行されたが、完全移行のため1985年3月31日、限りで廃止。大森海岸駅経由の森45系統に、移行のため、2009年2月13日限りで廃止。2009年、森37.38系統のルート見直しに、 伴い新設されるが、昭和島に行く森45系統と統合して2018年3月31日限りで廃止。森24.36系統に統合のため2019年3月31日限りで廃止。2019年3月31日限りで森31系統と統合して廃止。臨海線東京テレポート駅とテレコムセンター駅。 タイム24ビルを結ぶ関係者専用の無料シャトル路線である。このためビル内に所在する企業に用事がない限り、一般の乗客は利用できない。テレコムセンターの展望台に行く観光客は、新交通ゆりかもめテレコムセンター駅かとーバスの波01、海01、急行5.06系統を利用する必要がある。もともととーバス、 深川営業所と品川営業所の担当だったが、知事、井瀬直樹が主導した路線再編成に伴い、2013年4月1日付で民間以上となり京浜急行バスに移ってきた。なお、公式からのダイヤ改正情報には、都営、京急ともに等路線の異常についての記述がない。平日の朝夕は、頻繁運行される一方、日中は1時間に4本程度の運行を。 土曜、休日は運休する。京急の乗務員不足に伴い宅先が、貸切送迎専門の中日臨海バスに交代するため、2019年9月30日限りで京急は撤退した。大井町駅及び大森駅から大井競馬場を結ぶ路線で、競馬開催時のみ運行。E20 系統は以前西口発着だったが、2003年4月に、 東口に変更されている。いずれも羽田京急バスの営業開始以前は、旧羽田営業所との共感だった。2020年2月27日から、大井競馬が無観客での開催となったため運行を取りやめ、その後乗務員不足を理由に、京浜急行バスが撤退を決め、書類上は3月31日限りで廃止になった。イニジュは引き続き共感であった東急バスが担う。 そのため、今後観客を入れてのレースが再開されても、運行本数は減る。JR 大井町駅と品川区八潮にある、八潮パークタウンを結ぶ路線である。1985年4月1日に運行を開始し、大森駅八潮線と同様に、八潮南小学校始発、及び八潮南止まりの出入小便も設定された。立ち合川駅で、京急本線に乗り換える。 団地住民の利便を目的としたため、大井町駅へは遠回りになる上、平成中期以降は仙台坂トンネルを経由する都営バス92系統、直行01系統に乗客が流れて採算が悪化していた。乗務員不足に伴う不採算路線整理のため、2020年3月31日、限りで廃止、2011年11月1日付で、 運行開始。新型コロナウイルス感染症のパンデミックとその後の緊急事態宣言により外出自粛が要請されたため、2020年4月10日から運休となり、そのまま、堀内、杉田両営業所の深夜急行バスとともに6月30日、限りで廃止された。2021年3月15日をもって撤退。関東鉄道の単独で引き続き運行される。 品川水族館送迎車、大井町駅品川水族館の開業に合わせて、1991年10月19日付で運行を開始した。同じく、品川区を営業エリアとする東急バスとの共感であった。品川区の補助金で導入された、東京特殊車体制のレトロ調ボディを持つ専用車が使われていたが、老朽化に伴って引退し、2006年より2代目。 専用車が登場した。仙台専用車は収容力に限界があり、脱却時には一般路専用の中型車が充当されることも多くなっていたため、この教訓を生かし、二代目専用車は一般路線車をベースに塗装を変更した日のレインボーとなった。ちなみに東急バスはイスズエルガミオでった。2021年3月31日をもって撤退。 東急バスは引き続き運行する。かつて、大森営業所に所属していた、スーパーワイドドア社営業所地元の大森駅東口に本社を置く、伊須津自動車を中心に、日野自動車、三菱不装トラックバス、トヨタ自動車といった、国内バスメーカー製の車両が在籍する。かつては、日産ディーゼル工業と、三菱不装が主流を占めていた時代があった。 1986年下半期から、イスズ大型車の本格的な導入が始まり、日産ディーゼル製一般車は2003年に納車された、最後の4台が2013年に貸切登録へ切り替えられたことで事実上消滅した。三菱不走も2016年2月に、最後の2台が除籍され、一般路線用の車両は原則として、イスズエルガノンステップタイプ A に統一された。 かつては中扉が両開きのスーパーワイドドア車も在籍し、東営業所に多く抱えている工業地帯や災時輸送対策としてその威力を発揮していた。これらはまず1983年に日産ディーゼル製の一部で最初に導入され、その後も三菱不送 UMP218N やイスズ ULV324N、KCLV389 など、 昨日除く3メーカーが導入されてきた。ちなみに、この大型長尺車は、経年により除籍するまでた営業所への移籍は、一切なかった。スーパーワイドドア車は、大森のほか、1986年度車が、追浜営業所にも2台配置されたが、この2台は1989年に、大森へ転属している。 AM7629 と7676号車の2台で、いずれも UD 製の PU32 ノルマルである。CNG ノンステップバスは、京浜急行バス全体を通じても、当営業所のみの配置だった。エアロスターとイスズエルガタイプ B が在籍したが、M6328 号車は2015年8月に除籍され、 エルガタイプ B も2017年上半期に除籍となって消滅した。船の化学艦船は2019年6月4日まで首都高速道路湾岸線を通過していたため ETC 車載機とシートベルトを装備した車両と2019年上機に納車されたトヨタ自動車製燃料電池駆動車ソラが使用されていた。エルガの一部には N 尺と呼ばれる長尺の車両が存在した。 N 尺は、京浜急行バスで標準として導入されている、L 尺の車両に比べ車長が、やや長く、また車内は、全中飛間にも二人掛け座席が配置され、優先席も、前向き一人掛け座席となっている。現在では、ETC 車載機が搭載されていてもシートベルトが、装備されていない、保安機循環は車両扱いの車両が船の、化学艦船に使用されることも多くなっており、 当該車両には特殊車両としての緩和表彰と速度60キロ制限車の表示がされている。UD 車は最後まで残った西日本車体工業ボディの UAK4 台全てが船の化学艦船での運航に対応していたが2013年に貸切登録へ切り替えられ都内の京浜急行バスから UD 製及び西港ボディの一般度専用車両が事実上消滅した。 トヨタ自動車製燃料電池駆動車、空は2020年8月に運行を終了し、羽田営業所に転属した。1997年から1998年にかけて、イ須ズ製の中型車が配置され、大森東五丁目線や川崎森が先線で運用されていたが、これらは2000年10月に全車が羽田京急バスへと移籍した。また中型ロング車の日の、 レインボー HR10.5M 車も2000年度の M4042 号車を、川切りに2001年度にかけて、合計6台が配置され、主に、鬼旅線森50系統で運用されたが、その後、M4042 号車が、羽田京急バスへ、他の5台も横浜、絹笠、追浜営業所へ全車が移籍し、配置がなくなった。 レインボー HR は高速バスカラーの 7M 車も1台だけ配置され、29系統などで運行されたが、これも図紙営業所へと転出した。その他、品川水族観戦用の日のレインボー HR9M 車やビッグファン平和島シャトルバス用の椅子ズエルガも配置され、後者はそれを示すラッピングが施されている。この他平和島駅、ビッグファン平和島シャトルバス用として、 日野、ポンチョの SM3039.3040 号車も在籍していたが、後に、図紙営業所と、日野傘営業所に転出している。空港リム人車は、つくば線や甲府線などに充当され、三菱不桑、エアロエイスと日野、セレガ、イスズガーラが在籍し、全車がトイレを装備する。貸し切り車は四大在籍、すべて日野車で、堀内、農見台、 大い営業所から転入したレインボー HR10.5M 社3台とリエッ2である。特定登録者は、元船の化学観戦用の UDUA452 系が4台と、農みが営業所から転入したイスズエルガの系5台が在籍する。ありがとうございます。